ガクトさんの、まあ、歌が聴ける日がまた来ればいいなと。やべえ、ディケイド来た、どうしようね、どうしよう。うん、ま1350円。おっ、これビオラ、ビオラかな。あ、オッケー。はい、はい、ということで皆さんこんにちは、いなりませんよ。どうも、大塚です。最近ですね、アーティストマスクをやってまして、はい、まあ嘘なんですけど歌ってみた動画結構出して、まあ、前回、まあ、あのやらせていただいたんですよね、はい、ジャニーズでできる歌、ガクトさんじゃん、うん、ガクトさん で今ほら活動休止されてるじゃないですか、はいはい、で声が、うん、ね、今出なくてすごい体調悪い中だったと思うんですけれども、まあ、一応連絡したんですよ、はい、で、まあ、今回そのジャニーズ・ザ・ディケイドをその歌ってみたで、やらせてくれませんかって連絡したところ、まあ、LINE でだよ、 LINE でだけど、あの僕のイメージね、好き勝手にやれって書いてかっこいいね、好き勝手にやれ、その一言かっこいいなっていうふうには言っていただいた、まあ、LINE だからね、うんうんうん、言っていただいたんで、まあ、いち早く本当の GACKT さんの、まあ、歌が聴ける日がまた来ればいいなと、まあ、僕も一ファンの一人として、まあ、ちょっと待ってますので、 GACKT さんの曲を歌わせてもらいました。楽しかったです、本当に。あ、でも良かったです ねで今回作目さんとの、まあ、一応あの共同で作った音源なん で、はいでね、このピンクの特撮でも、はい、まあ、曲作りに大きく貢献してくれてる、うん、まあ、人なんで、まあ、なんか同じような座組でやらせてもらいましたけど、ね、はい、やっぱさすがだなと思った。まあ、そうですね。けどもですね、そんな中ね、ピンクの特撮の主題歌のデモテープをね、もうこちらから発表する前に向こうがね先回りして、もう皆さん頭いいんですよ。マジか。はい、先回りして送ってきたんですよ。え、だって脚本募集しかしてないよね。脚本募集しかしてないです。主題歌来てんの。だから多分もうこの調子で脚本すごいな、それ。この稽古場に戻る前に何曲か聞いて、それの感想をちょっと聞きたいなと、まさに。あ、OKOK、 はい、今回はでもなんかこういう一般から行くのもありだね、うん、いや、ありでしょ。でね、まあさ、あの最後一曲聴いてほしいやつがあるんですよ。ちょっと面白い内容のものを送ってきた人がいたんで、ちょっと聴いてほしいんですよ。はい、あー、なるほどね、なるほどね、ちょっと止めて一回、なるほどね。あ、俺これ何の曲か知ってるよ、これ。お、知ってます？で、これ、これ今度主題歌無理やん。聞き覚えありました。いやいや、あるどころかさ、よう送ってきたな、これ。そうですよ。みんなデモテープでオリジナルを送ってきたんですけど、ちょっとここはね、挑戦的にね、これを送ってきたわけですよ。メール見たいわ。これ主題歌として送ってんの、これ。天地無用でお世話になってる。それお前、ああ、そうした、見に行きました。がデモテープをね送ってきてくれたんですよ。まあ、繋がりが一応あるのでね。そう、で自分たち歌を作る仕事のはずなのに、まさかのこのデモテープを送ってくるっていう、オリジナルじゃないっていう、ここが。いや、嬉しいですね。なんかそれでなんか、いやてか、俺初めて聞いたけど、俺ライドザウィンドカバーして送ってきた人。ちょっともう一回聞きたいの。もう一回。これあれじゃん、これ何もなんかいじったりとかしてないの、もう普通にそのまま撮りましたみたいな感じ。そうですね、弾き語りみたいな。あれだな、でもいい声ですよ。うまいな、うまい。あと、これ本当に歌ってる人誰か知りませんけれども、その人よりうまいと思います。本当に歌ってる人誰か知らない、知らないけどね。本家の人よりかうまいんじゃないですか、これ。本家超えちゃいました。本家超えを本家が認定しました。ツイッターの幽閉サテライトっていう、10月10日10時から配信予定、配信ライブをやると、はい、メンバーシップ限定配信ライブです。
多分知り合いいるでしょ。まあそうですね、前回天地無用でお世話になってるんで、まあ、会社とはちょっと直接会いに来いよ。これ直接会いに行く、いやこれだってメンバーシップライブでしょ。これメンバーシップライブですね。メンバーシップ限定配信ライブ、これワンチャンいいでしょ。ちょっとこれ待って待って、ドキドキしてきた。いきなり何時からさ。10時から。あ、オッケーオッケーオッケー。稽古後で行けるから、うん、稽古後ちょっとさ、ちょっとなんかインタビュー行こうよ。インタビューで突撃。この何曲かある中で、うん、いや、まあ、主題歌になり得るものもあったんだけど、はい、いやこれ送ってくる挑戦的な感じはメッセージで受け取ったんで、ちょっと会いに行きましょう。わかりました。じゃあちょっと連絡入れてみますか。いや大丈夫じゃないでさ、メール送ってきてくれてんだからさ。佐賀さんです。よろしくお願いします。この音楽のグループの代表をやってます。あ、そうなんですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日アポ本当にありがとうございます。あ、いいえ、こちらの方こそ。あの返事をもらえてすごい嬉しいです。これ突撃していいってことですよね。あ、もう突撃して大丈夫です。大丈夫ですか、はい、何聞いても大丈夫ですか。大丈夫だと思います。どういうグループかっていうと、やっぱ音楽みんな好きで、はい、それで集まって、まあ、趣味でやってるグループではあるんですけど。あ、いいですね。僕趣味ベースの方が好きです。趣味ベースの人たちの方が本当にやりたいことやってるなって感じがするんで、これ言ったらもう驚くと思います。大丈夫ですか。ちなみに何かいきなり来てなんかマジで怒ったりとかしないですか。大丈夫ですか。多分大丈夫だと思います。本当に何も知らせないですか。いや知らせないです。マジっすか。私なんだろう、緊張するな。そうですね、人のライブにファンの雰囲気とかもわかんないんで、ちょっとね、どういう反応になるかも怖いですよね。そうだよ、ね、だってさ、その配信をさ、だって俺らのために全くわかんない人たちが見てるわけでしょ。なんか誰か来たの、やばくね。ガチでライブしてんじゃん、これ。ちょっと待って、コメント結構あるけど。何、アットマーク、何アットマークって。なんか決まりのあれなのかな。しかもなんか何回目かあるんだけど、ちょっと。あ、そろそろかな。ちょ、行きます。はい、行ってきた。こんにちは。やべえ、ディケイド来た。どうしようね、どうしようなんか一応社長さんには許可を取ってます。私はなんとなく来てくださった理由がちょっと分かるんですけど、これが主題歌なのみたいなのを皆さん送ってくれたんですよ。あ、オリジナル。そう、オリジナルの、あのライドザウィンドって今回仮面ライダーでやってる曲があるんですよ。はい、あれをまさか歌ってくださいましたよね。歌いましたね。いや、なんか主題歌募集してるっていうのに、しかもなんか聞いたら、はい、僕はあんま歌上手くないんですけど、はい、アコースティックみたいなギターで、はい、歌唱力が如実に出るやつ。生歌でしょ。そう、生々しいやつ。これとなんか挑戦的だなって。挑戦状だなっていうふうに思いまして、コメント情報量が多すぎ。情報量が多すぎ。いやでもやっぱりオリジナルで歌ってたら来てくれなかったかもしれないじゃん。超気になりましたもんね、ダントツで。気になってしまった。ダントツ結構多いですよね。いや、そうなんですよ。実は幽閉サテライトの中で、はい、すごい仮面ライダー系特撮が好きな人がいて。そうなんです。てか皆さん仮面かぶってますよね。なんかそうなんです。そこなんですよ、はい、実は YouTube とか見させていただいてたんですよ。マジっすか。ピンクの特撮ってやるみたいな企画はあったんですよ。いや、私その仮面つけてる。私仮面つけてますね。そう、素顔は明かさずみたいな。でもほぼ出てますけど。まあ、せっかく送ってくださったんで、はい、主題歌っぽい曲作ってください。なるほどね、そっか、はい、話はそういう意味で話したんで。でもいいよ、いいよ、いいよ。逆に本当にこれはチャンスをいただけたってことで。いや、まあ、チャンスと思ってくださるならいいんですけど、まあ、僕たちとしてはその作品にすごく適した主題歌であれば、はい、もうぜひともお願いしたいなって感じなんで。最悪大好きが歌います。ちょっと荷が重すぎますちょっとアカペラでなんかワンフレーズ歌って。アカペラでワンフレーズはちょっとダメですよ。得意な曲はダメ。歌えない。それで作ってくださって、はい、めっちゃ手間暇かけたのに、うん、やっぱちげえっていうかもしれないですけど、まあ、そうなったら本当に申し訳ないです。いや、でもこのチャンスと。いや、でもライドザウィンド歌うはちょっと違うなと思ったんですよ。いや、普通にまあ、そうですよね。主題歌でそれでジャスラックまず払わなきゃいけないじゃないですか。全力でそれっぽいの作って聞いてくださいな。大丈夫ですか。もちろんだよ、もちろん。
ありがとうございました。ありがとうございました。いやまさかまさかのね、やばやばマジかマジで突撃やん。いやガチやマジでいきなりでしたねそんなことある。いやいやしかもさ、なんか結構俺情報量が結構多かったんだけど、あとバンドのクオリティ高くない？高かったっすね。みんなすごかった。ギュンギュンとかじゃないのすごかったけど技術のことは分かんないけどすごかったっすよね何が一番びっくりしたかって、あの金会員ライブですよね、あれ多分放送が。ああメンバーシップの、メンバーシップの会員限定の配信だと思うんですけど、うん、あんなゴリッゴリのファンがいる前で知らない男に大輔なんか歌ってよって歌えないよあれが公共放送なら俺は歌えてました、ね、別に誰に何を言われようがただファンの人たちにちょっとあんなスピード瞬間スピードで嫌われるわけにはいかないなと思って。俺大輔なんかいやマイク1本しかなかったからさ、なんかそうそうっすね、こう基本的に喋ってたけど、なんか大輔やんないかなと思って、ね、振ってみたけどちょっとひよったな、うん、クラップはいけたかなクラップはいこうと思えばいけたけどクラップもひよったろ。今日ちょっとお邪魔しちゃった。あいやこちらこそどうもありがとうございました。みんなに本当いいサプライズになったか価値の話、やっぱりあの、はい、ちょっと曲を送っていただいて、はい、でちょっとそれ聴かさせていただきたい。はい、わかりました。まあ、何かしたらちょっとよろしくお願いします。あ、ぜひ。デモテープが幽閉サテライトさんからね届いたんで、ちょっと一応聞いてみます。なるほどね。どうですか第一印象。あ、なんかさ、うん、思ってたのと違った。この前聞いた曲とはちょっと全然違うようなイメージの、うん、これ結構ブラッシュアップしたら確かに割となんか面白い曲になりそうかもしかもあの期間でこれだけのものを作ってきたよなそうそう、この方向でちょっとブラッシュアップしてもらうことおぉ、やりましょう。お、でも決める方法でいいじゃないですか。なんか別になんかネームバリューとかさ、はい、そういうことじゃないですよ。本当にこの特撮に、はいはい、ピンクの特撮にやっぱかける思いが、うんうん、すごい素直に嬉しかったですし、まあ、技術もある方だし、まあ、実際会ってみてちょっとこの先を知りたいあ、じゃあ幽閉サテライトさんに決定ということでね、次第か。この後変なのまだ分かんない。いやまあでもこの方向でいくって、この方向で行かせていただきます。音楽はちょっとまだね、はい、隠しとこう。音楽はちょっとまだ ね、はい、皆さんには、ね、サプライズにしたいと思うので、はい、完成後に、お楽しみにしていてください。それではじゃあ稽古場戻ります。またね。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会員では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。